じゃあ森内いるんだけどね、はい、一緒に。お前なんか聞き入ってるけど、お前お客さんじゃねえんだから。いやいや、私も聞きたいことがたくさんある。面白いよね。いや、そうなんですよ。私も実は最近僕はね、あんまり喋ってなかったんで、今日なんか初めてすごいですよね。なんかカレーもご馳走しないとな。あ、そうですよ、そうですよ。カレーもご馳走するって。カレーの話戻していいですか。いいよ。カレーに何入れます。入れるっていうか玉ねぎ。あ、違います違います。カレーはできるじゃないですか。その具のちょっと大きめの、まあ、本当普通のそれにもうそのまま食べます。それとも何か入れて食べます。入れるっていうか、何かかけるとか入れる。卵とか。ああ、そうです、卵入れます。いや、今ちょっとカロリー調節してるから。いや、入れんの。生卵を入れるんです。あ、一緒です。はい、で、あれね、黄身だけ入れる人がいるんですよ。ああ、黄身だけ。はい、僕は全部入れるんですよ。だからね、で、それでカレーのルーをちょっとだけ辛く作ってもらうんですよ。いや、辛いよ、俺。辛いんですよ。で、その卵を、生卵を入れることによって、うん、それがちょっとマイルドになって、うん、ちょうどいい。それがいいな。それがもう最高。分かった、卵も買っとく。あと、あれです、らっきょうと。らっきょうも、ちょっと安めのらっきょうで。ああ、ちょっとちっちゃめの。ちょっと、らっきょうが主張しないやつだよ。ああ、そうね。主張しすぎないやつ。なんかこう、馴染んでる。黄色がいい。それが赤です。赤です。赤です。はい、分かった。でそれを僕は混ぜるんですよ。全部ぐちゃぐちゃに。でカレーを取って食べた時にらっきょうが入ってたら、まあ、自分の中当たりみたいな。探すね。分かった。らっきょう多めにしとく。当たりが何本もあった方がいいでしょ。さあ今日はですね、はい、現役選手で、はい、俺がリードしてみたいっていう魅力的なピッチャー3人挙げてほしいです。最近はね、もう山本、オリックスのずっと出る。でもさ、山本はさ、いや、どんな球なのか受けてみたいっていうことも彼にはあるんですよ。すごいよな。あいつすごいですよ、ストレートと。僕ね、これまああるテレビで、ニュースでね、彼の話を聞いてて、まっすぐ投げたら僕はまっすらしてると思ったんですよ。ああ、でちょっとインサイドにちょっと何ていうんですか、抜け気味にいったらシュートしてる、うん、だからどっちかというとこういう球だと思ったんですよ。こう散らばるんです。そうです、うん、その自然にね、うん、全部意識して投げてるんですよ。意識して投げてる。そうなんですよ。で普通のフォーシームのストレートも投げる。それを聞いてこうカットじゃないの。カット、うん、カットとツーシーム。そうです。シュート、少しシュートを投げ分けてるらしい。あのスピードで、すごいなと思って、あ、受けてみたいですね。楽でしょうね。いやいや、お前楽したいだけなんだよ。あれ誰が受けても勝つよ。そうですね。俺じゃつまんないじゃない。だから、受けてみたい。だからリードしてみたいじゃなくて、受けてみたい。それは受けてみたい。はい、受けてみたい。いやいや、CA がリードしてみたい。リードしてみたいですか。俺がリードしたらもっとこのピッチャー勝てるんじゃないかとか、もっと力出せるんじゃないかっていう。ああ、それだったらですね、うん、横浜、まあ僕今永。ああ、今永。はい。どういうとこがもったいない。まあ今永もそうなんですけど、みんな綺麗に抑えようとしすぎる系があるんですよ。だから全て三振を取りたいみたいなね。なんでもうちょっと楽に考えていかないのかなっていうふうに感じるんですよね、彼たちは。いや、なんていうの、この前テレビでさ、辰川さんと里崎が、はい、プロ野球ニュースかなんかでね、いや、ど真ん中で抑えられるキャッチャーにならなきゃダメだよって。そうなんですよ。やっぱそうなの。僕言われてました。ど真ん中で見逃しを取れるキャッチャーになる。まあ、それだけそこに持っていくだけの配球とか、はい、そういうものを組み立てといて、はい、あ、もうここは真ん中来ても相手は絶対違うこと考えてるよっていうことを読めということですね、はい、そうです、そうです。あ、それは言われてました。なるほどね。あとね、この間思ったのは広島の栗。おー、自分でも栗しか栗は勝てる。いや、僕勝てると思うんですよ。あ、そう、はい、もうあれこそ、まあもうみんなが知ってる、もう動くボールじゃないですか、うん、チェンジアップ投げたりカーブ投げたりスライダー投げたり、うん、ちょっと、落としたりっていう、うん、でそれが相手にもう分かってるっていうふうに、まあ、本人も思ってるでしょうね、うん、もうこういう攻めで来る、うん、でそれを餌にまっすぐで見逃し三振をやたらと取りたがるんですよ。だから、まあ、球数がものすごいかかるんですよ。
まあ、シゲが言うよく言う今も言ったけど、はい、なんか綺麗に打ち取りたいっていうのとか、だから一球だからまあ極端に言ったら栗なんて27球で打ち取れる可能性があるピッチャーだと僕は思うんですよ。だから真ん中付近で動かせるっていうことでしょ。そうです。で振らしてゴロを打たせないんですよ、うん、でゴロだったら大怪我はしないしないんです。コースヒットがいったとしても、はいはい、それを感じる、はい、あります。たださ突然そのなんていうの自滅型に入っていくじゃない栗って、はい、ストライクが取れないんで、いやだからそれを狙いすぎるんですよ。あ見逃しを取ろうとか空振りを取ろうとか、だから打ち取り方をそれしか知らないみたいな、うん、極端に言う他の打ち抜きがあるでしょっていう、うん、だから固定観念が頭の中に出来上がりすぎてるのかな。そうなんですよね、はい、だからまあ外国人みたいな感じですよ。じゃあシゲが、まあ、例えばクリーンとこ行ってアドバイスするとしたら、はい、もう真ん中しか構えないから、はい、もうそこから動かせよ動かせっていうぐらいの極端なことで、はい、その代わり置きに来るんだ、うん、そこに腕を振って投げる、うんうんうん、やっぱキャッチャーで違うなと思う。まあまあ多少は違うでしょうね、うん、そうです。あと一人あと一人どこにいたんだいやいや、なんかヤクルトの石川とか、でもあの年だよ。いや、あれね、うん、相当度胸あると思う。いやいや、石川はあの気は強い。いや、めちゃくちゃ度胸がある。 あの遅いボールをストライクゾーンで勝負しようとしてますから、ね、大したもんですよ。受けてみたいというか、アドバイスを送りながら、うん、ゲームを作っていきたいですね。それは山本雅がいるじゃない、はい、それとなんかこう共通するところが、ね、ありますね。あだからもっと長くもっとできるよっていうこと石川は。ああそうですね。あ、はい、だって入団当時から変わってないです。変わってないですよ。だからあとはこう肘かとか持つかどうか。だから一つ変わってるのがやっぱり下がってくるんですよ。あ、そこが、はい、そこがダメなんです。だから今までそのやっぱりちゃんとここが上がってて、この縦振りでシンカーとかスライダーが来たから自分の思うところに行ってたんですけど、それがやっぱ下がることによってどうしてもシンカー曲げようとしたら引っかかったりして、もう右バッターの外がこっちに入ってくることが今すごく多いんですよ。なるほどね。だからその辺をやっぱアドバイスしながら、やっぱ肘が下がることによってそれが起きる。起きます、はい、だから悪くなっていくピッチャーってみんな下がるんですよ。それは年のせいじゃなくて、どうなんですかね、まあ、ピッチャー心理からすると、どうしてもあそこに投げたいっていうふうに思うと、どうしてもやっぱり見ちゃうじゃないですか、見る分やっぱり下がると思うんですよね。あ、なるほどね、はい、こう突っ込むっていうような状態な、はい、だから悪くなってるピッチャーっていうのは大体そうなってます。あ、じゃあこの動画を見てる今永、栗、石川いや、資源のほうコンタクト取った方がいいよないやいや、それはいいアドバイスしてくれるよな、絶対。あ、そうですね。だから今永もやっぱりちょっと下がり系下がり気味になるんですよ。だからその辺はやっぱり受けてるキャッチャーが気づくはずなんですよね、うん、それは。だからそこがキャリアだと、はい、ちょっともうちょっと肘上げて、そうですね、上げれるかって、はい、で、まあ、ジェスチャーでも遅れるわけじゃないですか。あー、まあ、ゲーム前にちゃんと会話をしといて、コミュニケーション取っといて、でこうなったらこういう風になる、あのなるから、その時は言いますよとか、うん、話しておけば、まあ、ピッチャーも分かるわけじゃないですか。まあ、そりゃそうだね、まあ、あれぐらいの実績があるピッチャーってのはもったいないなと思って。もったいない、はい、もうこっから、でも会ったら言ったりとかしてんの。いや、でも今はみんな会えない。会えない。そうなんですよ。今降りれないじゃないですか、今、うん、放送で言ってるぐらいです。じゃあ、しげのここにあの携帯の電話を書いてみたら大変なことが知らないから。まあでもこの3人のピッチャーね、はい、あの面白いと思うんですよ。面白いね。面白いと思うんです。でもまあ渋いとこ来たね、はい、でね、僕ね、でも左ピッチャーをリードするの僕下手なんですよ、もともと。なんかね、嫌っていうか。何が違うの、左と右では。打席に入って左ピッチャー嫌いなの。僕嫌いなんですよ。それが つながってんじゃない、もしかしたら。そうかもしれないですね。で、僕が受けてきた左ピッチャーって、ちょっと俺、左ピッチャーをリードするのが下手だとか、右ピッチャーをリードするのが下手だっていうのは、うん、初めてなんか。あ、そうですか。
だからパターでいうスライスが苦手だとかフックが得意だとか、はい、そういう感じなの、うん、そうですかね。なんか左ピッチャーはなんかまあ今まで受けた左ピッチャーが先発、特に先発がその左バッターのインサイドに食い込むボールを持ってないピッチャーが多かったんです。そうだな、そうなんです。それ少ない、少なかったんですよ。だから攻め方がものすごいその固まっちゃうんですよ。ああ、分かる、はい、偏るんだよな、偏るんですよ、どうしても。あ、だから本当はここで行きたいのに、うん、このピッチャーだとちょっと厳しいなと思うとどうしてもこっちに行ってで抑えちゃうんですよ。あ、それで球がいいから、うん、でもやっぱりちょっと疲れてきたりすると、うん、その球をやっぱり打たれるんですよ。やっぱこっち行っときゃよかったなと思う時が結構あるんですよ。でも俺も対戦した中で、はい、投げ切れる左ピッチャーっていないもんね。いない、左バッター。そうなんです。左ピッチャーって左のここに投げるのみんな下手くそです。下手くそ、はい、絶対甘くなるから。だから今みんなこっちのちょっと曲がり球を、はい、チェンジアップも、左バッターのインサイドに持ってって一応ありますよっていうぐらいじゃないですか、うん、そうだね。でも それで勝負するかって言ったらやっぱ外だもんね。だからみんな踏み込むんですよ。まあそうだね、はい、ああそういう幅が使えないから嫌だった、嫌だったんですよ。だから下手くそなんですよ。それは下手くそっていうよりはピッチャーの技術だったと思う。でも右ピッチャーの例えばシュートがないピッチャーはこっち僕ねいけるんですよ。もうこれはもうしょうがない行っちゃえみたいな、うんうん、でも左ピッチャーの時はなんかいけないんですよ。まあまあ、キャッチ面白いですね。ピッチャーの得て増えてっていうのがリードで出てくるとは思わなかった、うん、あ、まあでも言われてみたらすごく納得だ、うん、そうです、はい。